これは石垣産後パパイヤの親木親株から取り木を経てスリット鉢に刺し木してそうしてサンルーム内で半上にしてあるんですが どこから取ったのかというとこちらの親株親木なんですがここが幹を折った跡なんですそれでこの部分でですねこちらにもう一個取り木を 仕掛けてあるんですがこんな状態にしておいたんですがついていた実がちょっと黄色っぽくなり始めてこの苗木が十分に活着して すするような根を出すまでにこのパパイヤがもしかすると大熟がかなり進行するか下手すると落っこちてしまうんじゃないかと懸念されましたのでま大熟をある程度早める目的もあるんですが。 それと根がどれぐらい出ているものか調べるために折ってみて根を調べたらほんの白い細い根が出始めたところで活着するかどうかもちょっと疑わしいんですね。まあでも この実を食べるのと、それから、ほんのちょっとでも根が出るということは、これから、まあ気温も上がってきていますし、根が、発根のペースが上がるんじゃないかと期待もしているので、思い切って、取り木から、このような、 スリット鉢植えの挿し木苗状態にしてみたんですね。まあ、いずれまたどうなるか、ムービーを撮影したいと思いますがね。もしこうやって、本州ででも十分に増やすことができるなら、まあ、自家用ではありますけれどもね。 石垣さんパパイヤは種なしですから毎年メリクロン苗を買って増やすようにしてきているんです本年沖縄の双葉種さんから購入した苗はこれとかこれなんですがね購入した時はまあこの程度の苗なんですよそれで去年購入した苗は どうなったかと言いますと、まあ、こんな風に一年すればですねある程度の背丈と幹の太さになるわけですよねこれもそうですねこちらは背丈が高いですねこれとかこれですね それで3年目以降ぐらいからですねこんなふうにとかまあこんなふうにとか取り木を仕掛ければ自分で苗を増やせるわけですよね。そうして 自家用、フルーツパパイヤを収穫するのに、あとは苗を買わないで、取り木、刺し木、苗を増やしていけば、メリクロン苗を購入しなくとも何とかなるかなと、まあそう思ってるんですがね。